はい、それでは今回も Don't Starve Together 実況続きプレイしていきます。前回からこのウォートックスという新しいキャラクターでゲームを始めています。あ、このでっかいやつ戦いたいな。戦いたいけどいけるかな。あ、いけない。こっちの方を倒したいんだよな。いきなりね、産地のお化けに襲われてますけど、まあこれはご愛嬌です。これ多分ウォートックスでやってる限りもう永遠と付きまとう問題だと僕はもう覚悟を決めてますからね。痛い。あ、やばいやばい、これちょっとやばくない、やばい気がする。ちょっと危ない危ない危ない。このでっかいやつがな、気になるんだよな。ちょっと、あ、難しいな。あれ、こいつってこんな強かった？大変なことになってるけど。非常に危ない事態になってる。ちょっとソウルリリースしてもっていいですか。寒いし、まあ、ずっとこのね、産地のこの恐ろしい音を聞きながらプレイしていかなきゃいけないってのはちょっと苦しいですよね。それでね、今回、え なんか恐ろしい瞬間を見てしまった。冬だからか。そうか、取っときゃよかったな。冬は全部腐るのね。でももうまあこれで、なんだろう、腐ったものがね、手に入ったっていう考えでちょっと生きていった方がいいかな。あ、そうか。今日ね、参加してくれる人が、そこまで、多くないかもしれないですね。まあでも、それでも頑張っていきましょう。これチェストがすごいいっぱい、あ、腐ったもんある、ここに。あ、これなんかいろいろ入ってるんだ。こっちのチェスト全然見てなかったな。ちょっと待ってくださいね。これ、ヘルメットどっかにあんのかな？そうか。もしかして、あ、バトルヘルム、ある。もらっておこう。ありがたい。すっごい、あ、すごいいろんなもん入ってる。驚きだな。これ、スパイダーエッグ、どうしようかな。まあちょっと、まだほっといていいかな。で、産地が危ないのは仕方なくって、それよりは、ソウルがゼロな方がちょっと気になりますね。これペンギンとこれ戦ってくんないのかな。なんかこう争い事とかしたりしちゃったりして、雲はそんなにペンギンとは戦わないか。そうか、分かった。さっさとソウルを手に入れておきましょう。よっ、 OK。 モンスターミートは食料ということでもらっておきます。で、これ叩くとね、多分黄色いやつ出てきちゃうんだよな。黄色いやつはね、ちょっと割に合わないんでスルーしときたいですね。よし、そんな感じで冬始まってます。どんな感じかわからないですけど、あ、でもそれいけるんだったら、でもあれですね、罠で引っ掛けて黄色いやつは処理したいってのもあります。さっきからトゥールって言ってるから、アイテムをつけときます。じゃん。あ、ウェーバーのアイコンだ。ありがとう。ちょっとかわいい。ゾーンって。冬なのも相まってですけど、すごいゾーンって言ってる。あ、そういえばね、多分、今から新しく始める人が今日入ってきてる感じがするので、迎えに行かないとまずい可能性もある。あ、でもやっぱり、戦闘が強いのかな。そんな感じありますよね。こう体力が、すぐ回復できるから、この魂のストックさえあれば。最大20個まで持ってるから、400回復できるっていうのは、なかなかすごいと思います。その冬はね、やっぱり寒くて産地が下がっていくっていうところもあるんで、やっぱり結構この、産地をね、維持していくっていうのがなかなか難しいですね。とりあえず、金がね、かなり少ないんで、洞窟に行くための用意をしていきたいと思います。マイナーハット。あー、しまった。食べてからにすればよかった。食べてからというのは、これです。前回開発した、ウォートックスの、唯一、満腹になる時間。魂を食らい続ける。そのことによって、ウォートックス君はお腹を満たすことができます。はい。これやってからにすればよかったな。
それは確かにある。そして産地のお化け、さっきはね鳥のやつとうまく戦えなかったですけど、次はどうにかしたいと思います。あれなんちょっと随分戦闘が下手っぴになってて申し訳ないですね、あれはね。うん、でもそうだな、まあでもやっぱりノーダメージの方がいいよな。今回多分ねウィグフリットが参加してないと思うので、このバトルヘルムとかが結構貴重なアイテムになっていってるような気がします。で産地がね低い状態で洞窟行くのはちょっと怖いかな。あーいるいる、来た来た来た、産地回復パターン、よし冷静にやれば絶対に大丈夫、冷静にやれば絶対に強くない、避けられる、何もかも避けられる、よしいいぞ。テンタクルスピアで何発ぐらいかな、あと3発ぐらい叩かなきゃいけないかな。よし勝った、おお43まで回復してる、いいね素晴らしい。でその戦闘に勝ったのはいいんですけど、ナイトメアフュエルとか全然ちょっとバラバラにしたまんまなんだけど、それあんまり良くないよねすいませんって感じです。でちょっとギアも置いといて、スパイダーグラント、あと蜘蛛の巣も置いといて、ちょっとね、ツルハシはないのか、ツルハシないんだったら作っといて、でこの状態で寒さはある程度大丈夫かな。あでも前回豚小屋を3つここに建てて、なるほど、この蜘蛛とね戦わせてうまいことお肉をたくさん作っていこうっていう形ですね。これはよくあるパターンです。ただちょっとウォートックス嫌われてるんで、悲しみを背負いながら豚から退散です豚から退散ってのもあれだけど、お魚人、多分ねこっち側の入り口から入ったところに割と石がありそうな空気感を持った、あここもグリーンマッシュルームなのか、あそうそうここここここに行きたいんだよな。そこさ、繋がってんのかな？魂が今ないから、蜘蛛でも飼ってくればよかったなって今一瞬思ったけど、魂があればスッといけるのにって感じはする。でもできればね、みんなで行きたい気もする。あ、マジで繋がってない。全然繋がってないの？本当に。完全に繋がってないっぽい。道が。だからこっちかな？こっち側から。上の方からぐるっと回らなきゃいけない、あそうかそうか、下にはこの木が枝が生えてんのか、なるほど、そうですよね、上はあの枝の木で地下にはいつも通りおなじみの枝が生えてました、ありがたい。つまりちょっと上の方からアクセスしていけば良さそうかな。これ3つ一応持っとこうか、これで2人補充できますね。ちょっと暗闇で死ぬっていうのがね一番悲しい気持ちになるんでそれ以外はねまあ仕方ないというか、あるよね事故みたいな感じでへへへってなるんですけど、それ以外はね割と悲しい気持ちになりますよね。ここもね遺跡エリアなんで結構危ないような気もするんですよね。ただここら辺のものを切れば金が出てくる、よしいいぞ、なんかよくわかんないものを拾ったけど、洞窟ってそんなに寒くない説？でも寒いな。白い息吐いてるわ。さすがに寒い。そして産地が危ない。まあ、ちょいちょい産地のお化けと戦わなきゃいけなくなりそうですね。まあ、その時、なにこれ怖っ。ちょっと怖くない少し怖いんですけど、今の演出。やや驚きながら。洞窟を探索してます。あー上か、なるほどね、骨はね意外とあったから、あーでもまあせっかくだから取っとくか、よっよいしょ。まあ一応これ有限資源というか無限には取れないわ、あーそうそういうことしてた、なるほどね、これはね良くないねこれ松明持ったらちょっとマシになる、マシにならないか、これはまずい。ちょっと火つけよう。これでどうにか。これで多分ね、
マシになるはず。ちょっとまさかのマッシュルーム焼き。うわーやば、ウサギいるじゃん。よっ、これでごまかしましょう。 OK。 やばい、ダイとかって言ってる。やばい、そこまで火が回ると思わなかった。そこまで焼くつもりなかったんです。ダイって言われてる、死ねって言われてる。そうだよね、肉まで持ってるしね。でもちょっと戦おうか。よっ、後でなとかって言ってる。戦争ダイ、多分そんなに大変じゃないはず。あれ逃げてってる。ちょっとどうなってるか分かんないけど、産地のお化けと戦わなきゃいけない感じにはなってる。ただ焚き火が一切焚けないっていう状態はあんまり良くないと思うんで、ちょっと木切りますね。そうかそうか、草とかもう切れてたな。この鉱山防止マイナーハットを作るのに草を全部使ってしまったみたいです。一言みたいに言ってるけど。よっ、やっぱりこれ倒すのあんまり効率的じゃないよな。よいしょ。そもそも草あんのかっていう。草近くにある。あーあるけど、取っちゃってるな。どれぐらい必要？ 3 か。わかった。3ぐらいだったらありそう。よっ。ここの草取ります。ちょっと非効率的な動きをしていますけれども、ご愛嬌ということでよろしくお願いします。でそろそろ1回ぐらいは補充、2回補充しとこうかな。で上見て金があればそれでいいし、ちょっと危なそうだったら報告してみんなで来ようと思います。ウサギに嫌われてるってのが怖いよな。ウサギのね、バニーマンのあの村とかに出くわすと多分ボコボコに殴られてそのまま死ぬ可能性があるんで、もう多分上夜なのかな。そうかもしれない。なんかこうザックザックありましたみたいな空気感のとこに出くわしたいけど、なんかそこまでですね、そこまでたくさんあるわけじゃなさそう。さすがに焚き火焚きます。いいよ、はい。あ、来た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 、岩場ある。よし、いいぞ。で、何行くべようかな。よっ。ちょっとちょっとこれ、なけなしの焚き火だから。やめてあげて。よし、マイナーハット取って。で、あとは、ヘルメット一応かぶっといて、上行けば、良さげですね。で、これをちゃんとカンカンに温めましょう。木くべとこうかな。ちょっと洞窟一人は、寂しいというか。心細いというか、そういう感じにもなりますけれど、これもう、これ、そうそうそう、腐ったものをね、手に入れようと思って、ローストした種をずっと持ってるんですけど、これもういらないよな。相当腐ったもん手に入ってるし。よし、良さそうかな。おっと、先にこれ、処理してからにしよっか。多分産地のお化けが襲ってくるはず。おっと、地震。地震でもね、金が落ちてくるので、チャンスといえばチャンス。痛い痛い痛い。あれあれ、なんかすごい、集中的にここに落ちてくるじゃん。そこそこダメージ食らってるし、かわいそう。おいしょー。乗り切った。産地のお化け来ないな。来ない。これなんだ？これ何？なんだこれ？これ何？あ、ウサギ？あ、ウサギが落ちてきてたのかな？そうかもしんない。あー、カタツムリだ。よっ。多分これ、金出る？出ない。これ、金出ないか？これ、石だけ出るやつだっけ？これ。丸石だけ。あ、そういうパターン。そうか、そうか。ソウルはどうするかっていうと、どうしよう。あ、まあ一応持っとくか。もしかしたら、飛び跳ねられたことが、生きることに、つながる可能性もある。金がね出る岩が見つかるといいんですけど、ちょっと音がね怖いからな。死ぬんじゃねえか感が
すっごい出てる。死ぬぞこいつみたいな画面がずっと続いてるけど、怖ー、恐ろしい。ちょっと左側行こう。そもそも寒いんだよな。でも地上でもね、そこまでやることが多くないんで。ああ、産地のお化けに見つかったっぽい。うん、そうですね。ああ、バニーマンの集落ね、ここで。まあ、寒くなったらね、もうこれは、燃やしていきます。ちょっと、仕方ないかなって思ってます、その辺は。でも、ここで燃やしたら、ちょっとさすがにもったいなさすぎる。から、どっか良さげなところ、こういう孤立した木とかをね、燃やして、どうにか、ごまかしていきたいですね。あんまり、見つかんなかったな。あー、そこの上にあるけど、そこの左側の出口から出よっか。ホップしちゃうこれ。よっ。よし。これ金出る。絶対出る。こんなに頑張って金 4! 大丈夫ですかこれ。リターン取れてます？そのあたりちょっとだけ不明ですけど。なるほど。またここで死んでる人が見つかってる。よし、オッケー。一応4つ金を手に入れたっていうことで、よしとしたいところではあります。よっ。ちょっと近場で体を温めましょう。うん。体力164、お腹64。産地、もう基本はもう引く引くで、産地なしなしキャラってことでもう、そこは我慢しよっかな。そこら辺をうまくマネジメントしていくのが楽しいキャラクターだということを、なんとなく理解しつつあるんで。大丈夫だと思います。うん。でももう地上にね、今のところ見つかってるエリアでは金がほとんどないので、金4つでも割とうまくやったかなと思ってます。お、いいぞいいぞ。コウモリ。コウモリカモン。おいでおいでおいで。いいよ。これ素晴らしい。いい。とってもありがたい。コウモリ、一発で死ぬしな、テンタクルスピア。この今持ってるトゲトゲの槍で。武器で一発で死ぬんで、これはありがたいですよ。あとでソウルいっぱい食べちゃうタイムにね、大きく貢献する状態。あれ？これもしかして永遠出てくる？あれ？まさかの。ソウル農場が完成。さすがに全部出てこないか。全部っていうか、ずっと出てこないか。で、ここで、体力を一つ回復しておきます。一つっていうか20分回復しておきましょう。これ便利だな、やっぱり。よ、で、お腹減ったんで、ソウルを食べます。ほら、慣れてきたらさ、なんかなんてことないなって感じにはなってきた、だんだん。ただ、これね、動画見てる方にとっては、周りがずーっと薄ーく点滅してるってのが、画面がね。それがね、ちょっと、辛いですよね、見てる側としては。なのでできるだけ産地高めに調整していきたいんですけど、さてさてって感じです。はい、とりあえず金持って帰りました。よかったよかった、見つかって。だから金が本当にもうないので、よっ、1個追加しておきます。どうしようかな、もしものことが怖いから。やっぱり早めに作っておきたいアイテムといえば、あれ？どこ行っちゃった？早めに作っておきたいって思うといえば、雪玉マシーンですね。石、切った石なんかどっかで見たような気がするけど、まあ、いっか。自分で作りましょう。これ、一つ。で、金があるんで、あ、開発することになるか。で、もう一つ。そして、ギア。はいはいはい。倒そうとしてんのかな、それ。ギア、そして氷。そうすることで、雪玉マシンを一つ開発します。よし、発明によって産地がやや回復。そして、グリーマッシュルーム、ちょっと食べてみて。少しだけ音を落ち着けよう。よし、落ち着いた。テント入るっていうのは、ちょっとウォートックスにとってはない選択肢な感じしますよね。テントはね、お腹、
こう満腹度と引き換えに産地と体力を回復する設備なんですけど、アイテムなんですけど、一番辛いのがやっぱりこの満腹度、お腹の減りなので、そこはねとなしかなって気がします。みんなこれ使わないのかな。使わないんだったらかぶっとこうかな。産地ちょっとグイッと回復させておきましょう。さすがに音楽がやばいんで。